だと。ダッサイその先へですね。透明感がすごいですね。膨らむっていうよりももうなんか流れ込む感じがしますね。噂のその先へですか、ね、本当なんか米の味わいというよりも流れ込んでいく、染み込んでいくような透明感、静かな優しさがありますね。次23、大吟醸らしいメロン系の香りの後に上品な旨味が若干膨らむという感じで、でもこれもかなり綺麗なタイプですね、うん、39ですね。これは米の旨味がきちんとありながら品もよくまとまりがいいというか、まあ、皆さんが大好きなお手本となるような大吟醸のような感じがします。濁りいただきます。東京駅はこちらです。さすがですね、こうカスの臭みがなくて、こうメロンのような果肉感のようなのが口にこう流れてくるような、うん、複雑な旨味があって、これは50の濁りだと思いますけれども、いいですね、50濁り。最後になんかこれは非売品だそうですけれども、うんうん、いただきます。これはちょっと若さとか若干こうえぐみがありながら、その後にこううまみが戻ってくるような不思議な味わいがしますね。でも軽やかでフレッシュさはありますね。さすが獺祭さんっていう感じで、この世界観が今やっぱりお客様に受けてるんだなと思いますね。これ楽しいですね。社長。